まあ、まあなんか意外と悲しくはないよね。ああ、うん、もう何スッキリみたいな。スッキリじゃないわけないじゃん、そりゃ。まあだからそれは悲しいは悲しいけど、なんかまあ思ったよりはってこと、うん、それだってみんなともう、まあ、みんなずっとは入れないからね。でもこれからそういうずっとじゃなくて、まあ、みんなとこうちょくちょくこう近況報告し合えるのは楽しみ。あ、それはだから悲しくないんだと思う、そうだ、ね、俺は、ね、そうだね。なんか節目に戻ってきたい。来たいね、来たい。俺は来るタイプかな、うん、多分来るね。ま、なんかこれちょっと恥ずかしい話、ちょっとさ、結構なんかどういう世界か分かんないけどさ、ちょっと成功して、うん、ちょ海洋にちょ講義、特別講義ぐらいで戻ってくるのが俺はいいかなと思ってる。あ、うん、まあどうなるか分かんないけど、特別講義、何について特別講義する？そのだからその時やってること。あ、でもまあだから どういう世界かでなんか、うん、すごいなんていうか活躍してた、うん、でもまあ俺はそうする気だしね。寂しかったな。うん、入学式の後にさ、うん、先輩が荷物持ってさ、うん、くれてハウスまで一緒に行くじゃん。あの道はもう辛かったよね。で、親元いてさ、6年間今から離れるんだって思った、ね。あ、まあ、最初やっぱりなんか様子見じゃないけどさ、うん、なんか、まあ、そういうとこおとなしくしてたのもあったけどさ、ああ、なんかやっぱみんなちょっとあんま想像してないじゃんね、最初は。うん、なんか俺すごいそれが嫌だったかな、なんか、自分を出せない自分も嫌だったし、その周りもさ、いい子ちゃんぶってるじゃないけど、まだあんまなんか本当に友達には慣れてないなっていう感じがして、海洋いんのが嫌だったかな。うん。ってのもあった。国語の授業で、うん、川柳を取ったんじゃん、川柳を。川柳。うん。そう。川柳を取った時は書いたじゃんね、みんなで。俺、あれで入賞したんだよ。これこれ。3学期、脱走するからよろしくね。え、脱走したかった、実際。まあ、ちょっと嫌な感じがあっただけで、まあ、別にそんな実際に本当に脱走したいっていうのは、その川柳書いた時は、まあ、そんな思ってたわけじゃないよ。ああ、まあ、だからまあちょっと宣言みたいな感じになっちゃったけどね、最終的には。ああ もう生徒がいなくなるともう常にそうなんだけども、生きているのか死んでいるのかもう全然わかんないわけですよね。もう本当に見つかるまではもう気が気ではありません。なんで脱走したの？いや俺さ、お菓子バレたんだよね。で、部屋でお菓子食ってさ、それでなんか本当そんなしょうもないことでブチ切られるんだよ。ああ、いや本当、いやもう俺もバカだし、そのこと自体が本当しょうもないとは思うけど、その頃はさ、みんながさ、パブリック使えなくなるじゃん、うん、周りに迷惑かかってみたいなね。なんか自分がなんか海洋にいるのがなんか嫌になってるね。ああ、で、脱走で。脱走、まあ、脱獄って言ってもいい。まあ、帰ってきて、で、どうしてるかなって、翌日ちょうどね、あの私の古文の授業があって。で、その次の日の授業で、うん、あの、まあ、その授業で、うん、どうかなっていうのをこう気にしながら授業やってたんですけど、そしたら彼、反応小説を、あの授業中に読んでて、タイトルが奴隷な彼女、いわゆるエロ小説ですね。それをね、一生懸命読んでいました。いい思い出だわ。え、
ちょっと川本先生がどう思ってたのか気になる。あ、怒ってたんじゃない？あ、つい聞いといてよ。まあ。いや、いいよ。ちょっと半面安心したなっていうのは、もう本当にこの空間が嫌で、一秒でも早くここから出てきたいっていうことで、もう出て行っちゃったんではなかったんだなっていうことを知って、まあその時、注意しながらも、ああまあちょっと良かったかなというふうに思いました。まあでも脱走したらさ、英雄じゃんね。英雄、まあ、だからまあそれで話し弾んで、まあ、結構友達とかできたから、まあ、俺はまあ良かったけどね。良かった。2年はやっぱすごかったね。中2はやばいね。あれはやばかった。あ、じゃあ性欲もピークだったね。3回はあれじゃんね。1日3回デフォ。デフォ。1日3回は最低いった。話してんだ、俺今から飯食うんだけど。いいの、いい、いいよ。何枚はこれ、エロ漫画、エロ本、AV。 まあ全部あれだ。うん、これ西村先生に俺退学しろって言われたんですけど、2年の夏休み前、先輩たちと鬼ごっこやってたんだけど、なんかその時にまずなんかインフルが流行ってて、外出んなとか、そういう感じだったのね。その当時やっぱ流行ってたよね、リナパス。リナパスぶっかけって鬼ごっこしてたの。ガンガンだったね。本当ブチ切れられたね、西村先生に。ひどいですね。やっぱりあの時退学してた方が良かったんじゃないですか。あれはきつかったな。退学はもう泣きそうになったよ。いや、3学期さ、角部屋だったんだよ。ああ、ってことはそう、フロア長になる予定だったんだけど、あれまで。そう、3学期フロア長になる予定だったんだけど、授業態度悪るいいからっつって、角部屋なのに、あ、俺もだね。そう、本当にマジで。そう、フロア長にはなれなかった。まあ、やっぱあれかな、なんだろうな、あれかな、数学の授業でちょっと、トイレっつって隣の部屋行って寝てたのが悪かったのか。なんか杉下もう杉下先生のちょっと血がひじきいじりがどうすぎてたのか分かんない。何いじり、ひじきいじりが、みんなでバリケード作ってさ、ね、椅子の机並べてさ、もうこうやってさ机投げちゃったじゃん。まあ謝りに行ったけどね、この前。あ、そう、うん、謝りに行ったの。ああ、謝りに行ったっていうか、ああ、お世話になりましたっつったら、なかなかお世話になったよねって。3年もさ、やっぱ残ってるからね。いや、意外と3年とかのが強かったのかもしれない。何が？いや、中二病。知らない？知らない。世界中二病対戦って知らない？知らない。知らないでしょ。知らない、知らない。あ、知らない。知らない。学年を超えてね、こうね、消灯前かとか、フロアの電気消してさ、もうな、椅子でバリケード作ったりして遊んでたんだよ。
いわゆる掃除機をこう2つねこう持つわけ、うん、ここにあれあってね、うん、でこうターミネーターごとくドドドドドドっていう効果音とともにこううねりを上げるうなりを上げるのね。ああそう、まあ俺はさ、まあ氷使いだったんだけど、氷使いって何？だから氷の精霊いやもうこれ言っちゃうこれなしでしょでもまああんまり目立たなくなっちゃうな。バンドやったんだよね、バンドに入って。ああ、うん、ベース、ベース、うん、そう、その後ろに映ってるやつ。そう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 、ベース、うん、まあそれは楽しかったかな。うん、あと IT とかねIT ああ前最前列だったもんね。そう、あれは最高の出会いだったかなあれほんと面白いじゃんね話がさ、試験の監督中もシャドーボクシングしたしテニスでボクシングやって柔道もやってたとかいうさ、うん、なんだっけ。あとなんかもう一個あって、なんかもう一個ぐらいなんかいろいろあったんだけどレスリングとかなんかそんなのあって、うん、いやなんと何年高校生やってるんですかまああの人もだからそんな話で、まあそれ面白いのもあるけど、やっぱすごい、まあでもためになったよね。大学の話はしてくれたからね。ああ、まあそれは良かったかな。まあ5年は俺、まあ俺結構クラスで、うん、一番だったの、になったの、勉強する、そうそうそう。クラスで成績と一番いい時あったし、でしかも俺フラウチョになって、うん、うん、それでまた、でしかもなんかクリーン選手権、うん、でその俺のフラが1台だ。レベルアップ。俺中学取ってたからさ、でも結構頑張ったのよ、勉強。先生クラスであれになるぐらいだから。うん、それで、結構勉強も頑張って、でそれで結構何、なんテストとかいい点取るじゃんね。うん、しかも、なんか、ぽっぽると、なんか、おー、それやっとんよーやっとんよーって言って、まあ、なんか、まあ、認められてるじゃないけどさ、そう、嬉しかったよね、それね、すごい。昔とこう釘をつけたかったかなみたいな、そんな感じかな、うん、がありましたね。うん、海洋祭もそう、新しいバンドをやって、なんだろう、ね、全部で20曲ぐらいやってたかな。うん、ああいっぱいやってた。20曲うん、ベースも上手くなったしね。ビートその俺が5年の時に見ててね、うん、ビートが全然台本覚えてこなくて、うん、俺らも全然覚えてこなかったもんなんだけど、うん、なんかそうで全然なんかやる気なくて、俺も嫌いなんだよ怒る先輩。でもまあしょうがないじゃん、怒るじゃん、うん、まあ多分あんま怒られたことないやつだったから、うん、なんかそうこう相当ショックを受けたのか知らんけど、ああなんかちょっとまあこぼしつつね。したら優勝だよね。あびっくりしちゃった。1位になっちゃったわけ。うん、まあ、それでまあその時怒ってもなんかね、色紙とかであの時はみたいなの書いてくれると、まあまあ基本僕は後輩とはあんまそういうのないけど、まあ嬉しい。うん、まあ先輩も後輩も難しいよねまあいいとこもあれば、まあ、そうなの。じゃあ結構忙しかったね。忙しかったね。てか充実してた。やっぱ前期に比べてどう？あ、まあやっぱ結構この前のと、まあ前期もさ楽しかったけどさ、全部その面白さも単調だったよね。もしかしたら中身がなかったのかもしれない。やっぱ後期とかになってきた方が、やっぱ充実した、中身も充実したら楽しいことをしてたのかなって思う。長渕剛のさ乾杯歌ったじゃん。うん、あの時は何、どんな感じだった？いやまあ気持ちよかったよ気持ちよかったよな。やっぱみんなもそういう感じ出てたじゃんね、うん、でそれがまあ俺も良かったかな。うんうん、なんか1週間まあ10日でもいいんだけど、うん、卒業式までのこうカウントダウンみたいな意識ってあった？あー、あと何日みたいな。それはあったってか、やっぱもう、うん、あった。すごい最後1週間ぐらいになってから、うん、もう一気にこう来た、その感じが。まあやっぱだってさ、まだ国立の前期とかもあったしさ、ほんとついにここまで来たんだなっていう、もう戻れんなっていう、終わるんだな6年がっていう感じかな、迫ってくる感じが。